小田智之。Thank you.
暇人という曲でございます。チェ、お願い。Thank you.
んでんじゃねえよこの野郎。あ、これ小平さんに言ったわけじゃ全然ないですよ。はい、ありがとうございます。という曲が暇人という曲でございまして、まず2回を先ほどの長さんたちのダンスチームの方のみで1回一体どうなるのかっていうのと、あと小平さんにも実際また歌っていただきまして、その後でってことですね。はい、まずそれを2回やらさせていただきたいと思います。わかりました。じゃあ長さんたちは、はい、長さんたちダンサーの方々一度よろしいですか。でここから曲は生演奏もちょっとするんですけども、あちらの CD の方の音源をちょっと大きめにしていただいて、それに合わせて僕らやるって感じで、で浩平さんはすいません、ここに立ったまんまで、はい、お願いします。立ってる、はい、立って、ここに一緒にリズム乗って待つって感じで、いろいろセッティングしますので少々お待ちくださいね。ママにとってもらうと一緒だけど間に合わない。あ、薬さん、薬さん今撮りますか。では改めまして薬さんです。演者の皆さんは準備よろしいでしょうか。OK ですね。今日は映像です。平野さんも来てくれております。平野さんで、平野宮人さんでございます。彼、彼女と一緒にいるよ。で、こちら長谷さんもね、似顔絵から持っていただけると。しっかり宮沢賢治の勘違いしちゃって、確かに気づけばもちろん、そうですね。じゃあやってみましょうか。じゃあ小石くんはあっちの方に行っていただいて、和志氏も準備 OK ですか。よし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 、みんな光ってる、みんな光ってる。じゃあミュージックスタートでお願いします。Thank you.
します。あ、一回ストップで、あ、すいません。ちょっとね、もう一回ちょっとやってみたいと思います。小石くん、このミュージックビデオを後ほど皆さん見ていただくとストーリーが分かると思うんですけども、今回 MV 主人公が小石くんということになっておりましたね。そうなんですよ、その中でのストーリーがありましたね。全体図はちょっとまたお楽しみください。お楽しみ広告期待ということで失礼いたしました。うん、お願いします。じゃあミュージックスタート。もう小石くんに続いてこっちに来てもらって今の場所から踊っていただくっていう感じでお願いします。で小石くんも結構ここら辺まで来てもうん、小石くん、そう、交通整理ご苦労さん。じゃあ薬さんもうちょっとさ、こちら辺に行ってもらってもいいかな。大平さんの近くにもうあれ途中で立ったりみたいな感じでちょこちょこ帰ってって感じで。
踊っていただきたいなって感じでございますので、お願いします。皆さんで、あ、もうさ、じゃあすいません、じゃあもう一度行きたいと思います。難しいと思うんですけど、ナオさんに続いて皆様ちょっと一度ダンスの方をお願いしてもよろしいでしょうか。よっしゃ、さっきだね。お願いします。プッシュプッシュ、大掛かりな。そうですね、そう、大掛かりで申し訳ないですけどな、本当に。それだったら今日見に来てた人も気づけば申し訳ないですね。丸山君立っちゃっていいんだよね。はい、大丈夫です。初めてです。これは失敬いたしました。ビデオ撮影会の皆様すみませんね。急に何も知らずエキストラになってるから申し訳ない。申し訳ございません。じゃあ平野さんはどこにいるんだ。了解です。You too, my
それは忘れるの。いやでも皆さんバッチリじゃないですか。めちゃくちゃいいっすよね。感動感動。失礼いたしました。あ、これ一番最初戻っちゃいましたね。じゃあすみません、もう一度もう一度ダンスを皆さんお願いします。最後に合わせなかったの。え、なんかめっちゃプレッシャーですけどでも後であの別撮りってやつもできるので、まあ、そこはすいませんね。ちょっといいね。もう一回もう一遍いってみましょう。じゃあユージックお願いします。今どこにいますか？ここにいます。素晴らしかったです。ここめちゃくちゃ良かったです。ありがとうございます。じゃあ一回じゃあ僕らが演奏しているところをメインの撮るます。皆さんに撮ってもらいます。あ、じゃあ今日あのせっかくなので皆さんこうお手元にスマートフォンなどありましたら、なんとなくあの動画をわーって撮り取っていただき、もしよろしければ、はい、どっかに使うという公約をいたしますので、皆さん動画の方よろしくお願いいたします。そうですね、なんかそうですね、皆さんせっかくなので、じゃあ前にスマートフォンも食べちゃう海外ライブみたいな、アメリカのフェスみたいな感じで、誰だったっけ、あの女の子、ビリー・アイリッシュ、ブリーアイディッシュ。じゃあ皆さんちょっと申し訳ないですけど、ここにちょっと来ていただいてもよろしいですか。あ、装飾など2階からでも全然大丈夫なので、もしよろしければ。僕らは本当にクレイジーキャッツを起こすぐらいの勢いで、そういう感じで頑張ろう。はい、今日ザ・ロンリーピーナッツだから、薬さんもロンリーピーナッツ同時ストレートね。Thank you.
ホールの電気つけた方がいいですね。じゃあ、今もう一回撮らせてもらってもいいですか。申し訳ないです。
マイクパスしたまま小石君また友の方に行くとかね。そう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 。でそうすると別のカットのやつが多分編集で後で話しちゃってる感じですよ、うん、じゃあすいません、皆さん最後によろしくお願いいたします。ありがとうございます。ステージは明かりない方がいいですか。ステージはどうなの。撮るのに客席が撮りやすいじゃないですか。どうですか。こっち明るくしたら見えなくなるでしょ。あ、じゃあそれお願いします。じゃあ行きます。お願いします。はい、これでいいの？I miss you. 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 And
怒ってる感じ。I miss you! I miss you! で最後にめちゃくちゃクールな感じで、I miss you! I miss you! ありがとうございます。曲タオをお願いしてもよろしいですか。一人の父の歌ってる歌でアイスとダレっていう歌があるんですけど、それが、そんな歌が、基本となりまして、このカントリーソングというのは非常にアメリカでこうカントリーソングの一つでも覚えて歌えば本当にすぐ友達になれるぐらいのすごい影響力を持った音楽だと思います。そんな音楽を皆さんとこんな皆さん若いみんなとやれるっていうのは本当に幸せでありがとうございます。ありがとうございます。じゃあエクイティというか、お願いします。アイソザライトじゃないです。すみません。なんかいかにもアイソザライトいきそうだったけど、エクイティです。ノブト君のリクエストによって実現します。Take it easy!
シ君。ありがとうございました。はい、じゃあこれで浩平さんありがとうございました。じゃあこの後にちょっと僕らのカントリー、僕らもちょっとカントリーを勉強しましてね、一曲出させてもらいます。浩平君もここら辺に大丈夫ですか？
もよろしければ、チームもよろしければどうですか。Happy のソロリ
税込みでございます。ねえ、シャイ、おはようございます。皆さんお気をつけてお帰りください。ありがとうございました。